さあそれでは今日の試合のハイライト見ていきましょう。先発の岡本陽介のピッチングです。2回です。2アウト満塁のピンチ、1番の加藤翔平を迎えます。打球センターに抜けました。先制の2点タイムリーです。まずはマリーンズ打線を取りました。しかしすぐにライオンズ追いつきます。ランナー1塁の場合、金子右中間です。1塁ランナー中村拓也がよく走りました。ボールが返ってきたところキャッチャーのカメラ止めませんでした。1点、さらにはバッターランナーも3塁に行って、その後すぐの秋山です。アクランシャン、そうですね、その攻撃は素晴らしかったですけどね。2対2にすぐに追いつきました。3回です。ランナー1塁、角中の打球がボール際、これは巻いたか切れるかというような打球でしたが、最初の判定ほぼホームラン。しかしその後リプレイ検証が入ったんですが、その後ホームランはありませんでした。4対2、5回です。2アウトランナー3塁、鈴木大地にフォアボール。ここで辻監督は岡本諦めました。2番手の平井を送ります。その後の平井のピッチングですが、今日も要所この苦しい場面を抑えました。自信を持って投げれるようになりましたよ ね、 そうですね、はい、今日はロングリリーフになりました平井です。攻撃面を見ていきましょう。6回の裏、ノーアウトランナー1塁の場面で栗山の打球、強い打球でしたが平沢がさばきます。ダブルプレー、まあ、今日はダブルプレーが多く出てしまいました。その後中村、結局3人で終わってしまったというこの6回の裏。7回の表、これはいいバントに見えましたけども、この後の山川と浅村ですよね。ナイスプレーでしたね。本当は取ってからも早かったですしね、浅村も早かったですよね。そして荻野が出たんですが、ここ森友哉が刺します。いいボール来ました。そして角中、ファーストライナーでこの回は抑えます。7回の裏、ピッチャー有吉、2アウトをあっという間に取りました。しかし1番の秋山ツーベース、出塁をして、これ初球でした。源田、2点返します。源田の初球のスイング良かったですね。初球から積極的に、そうですね、結果がこういう結果になったと思いますけど、4対3、1点差に詰めて、さあ8回、牧田がマウンドに上がって、中村翔吾にデッドボールで、これ満塁になりました。ノーアウト。そして田村の打球は高いバウンドが中村拓也、これはもう不運な打球でした。タイムリー内野安打、これで5対3となります。代打福浦がレフトへ打ち上げて、これで6点目。まあ、ベテランらしい仕事をする場面でした。6対3で9回です。クローザーの内、ツーアウトを取ってから秋山、最後はスライダーで打ち取ってファーストゴロ、これで試合終了。6対3というゲーム、大事なゲーム、第4部、この連戦の初戦は黒星スタートになりました。谷口さん、はい、どうぞ。試合後の辻監督ですが、打線はいい調子ではあるんだけども併殺